さて、今日はどこへ行こうかな。やっほー、キリト。ごきげんよう。よう、ストレアにプレミア。二人でどこかに行くところか。うん、と言ってもどこに行くかはまだ決めてないんだけどね。ねえ、せっかくこうして会ったんだし、私たちと一緒に出かけない？ああ、俺は構わないよ。どこに行こうか。私はお二人に任せます。俺もすぐには思いつかなそうだし、ストレアの自由にしてくれていいぞ。私の自由？それじゃあついてきて。ストレアの自由にとは言ったけど、一体どこへ向かっているんだ？まだ内緒。この辺にはあんまり来たことがないんだよな。先ほどからどこを見ても同じ景色です。心配しなくても大丈夫だよ。おい、ストレア、どこに行くんだ？すぐ戻る。行ってしまいました。しょうがない、ここで待ってよ。それにしても相変わらず自由だな、ストレアは。自由というのは迷惑ですか？いや、そんなことないよ。ストレアに振り回されるのは結果的に楽しかったことばかりだし。ですか。ただいま。おかえり。一体どこに行ってたんだ？それまだ内緒。
楽しみは取っておいた方がいいでしょ。はいはい。それで目的地まであとどれくらいなんだ？あとほんのちょっと先だよ。さあ改めて出発進行。行きましょう。目的地が見えたよ。どこだ？目立ったものは見えないけど。ここからじゃまだ見えないよ。あの木の開けたところがベストポジションなの。ほらプレミア、こっちこっち。あ、急に引っ張られたら。プレミアもストレアに振り回されてきたな。向こうを見てみて。これは、おお、いい眺めだな。草原が一望できるじゃないか。こんな景色のいい場所が森を抜けた先にあったなんてな。どうかな？プレミアに見せてあげたかったんだけど。
色です。風も気持ちいいでしょ。それじゃあ、はい、どうぞ。これが果実ですか。うん、この景色を眺めながら食べるのが最高なんだよね。さっきはこれを取りに行っていたのか。じゃあ遠慮なくいただくな。うん、召し上がれ。ああ、ジューシーで甘くてうまいな。つながることがあるのですね。言った通りだろ。ストレアに振り回されるのは楽しいことが多いって。はい、本当でした。不思議なやつなんだよストレアって。適当そうなのにちゃんと人のことを分かってる。ストレアの行動に救われている人はきっとたくさんいるはずだ。そんなに褒めてくれるなんて嬉しい。ちょっと急に抱きつこうとするなって。自由すぎるぞ。抱きつかれるのは嬉しい？うん、男の子は女の子に抱きつかれるとすっごく嬉しいんだよ。なるほど。プレミア、今の話は覚えなくていいからな。